こんにちは、こんばんは。今回は、レンちゃんの登山道入門をお届けします。それでは解説のレンちゃん。こんにちは、こんばんは。1本目は、ローテ R1024 展望映画は、初期位置は向かって一番左が良いですね。現在のレンちゃんの位置ですね。それではお願いします。このマップは比較的登りやすい構造になっています。ルートさえ覚えてしまえばなんてことはありません。少し見づらいですが、画面左上のミニマップもご参照ください。こんな感じです。わーん、悪乗りの初期が畑さんにまで伸びましたか。さすがさん、畑さんだよ。おにぎりさんも無事渡れたようですね。ここからならこちらにも渡れます。ポジションもボイボイに打つんですね。例えば下に落ちても背部重傷を使えば一番下からでも復帰できます。こんな感じです。進行側からだとどうやって登るんでしょうか。進行側だとルートが限られてきますが、この階段状のビルから登るのが一番の近道ですね。コツはビル壁に機体を押し付けてハイジャンプをすることです。機体の前方と左側にある壁ですね。このくらいの高さまでしか出ませんか。ハイジャンプだとここまで飛べます。壁に限らずあのような出っ張りがあるマップではハイジャンプが可能です。ハイジャンプ、私も覚えねば。それではレンさん、次のマップもお願いします。はいはい。2本目はアンドリアスドイ前進行側、初期位置は向かって一番左が良いですね。現在のレンさんの位置ですね。それではお願いします。まずはこの辺りに普通に登って、ここですね。この出っ張りを使って回転をします。こんなに小さくても結果があるんですね。先ほどと同じように壁に機体を押し付けながらハイジャンプ。次は背部上昇を利用してビル上を目指します。こんな感じです。普通のジャンプ、ハイジャンプ、ダミアンさんの動きから普通のジャンプ、ハイジャンプのゴールド差が見て取れますね。別の出っ張りでも同じように飛ぶことができます。例えばあそこ、あの小さな出っ張りですね。この出っ張りでも機体を押し付けながらハイジャンプ、ビル高よりジャンプ声がきつく見えます。はい、それでも背部上昇を利用して少しずつ上手に行くとこのように登れます。レゴン取りで高さを稼いでるんですね。こんな風にも登れます。
感じです。こんな感じですね。ゲームボーイのホスト様の原作を邪魔させてはいけない。3本目はボアカチコイ、通称エッセルですね。はい、まずはこの階段状の鳥を使って、初期位置も左側にあるビルですね。この辺りで相手の出方を伺うのも一つです。頭皮の登り方ですが、橋脚を斜めに使っていきます。ヒロシャワーを歌いながら流れでか、こんな感じです。例えばここでずっと興奮した場合は、橋脚を軸にずっと移動するのも良いかもしれません。配分どうでも良いですね。ちなみに配分は移動距離に応じて高さが上昇していきます。それではもう一度、この板の上まで登れます。進行側にだけついている板ですね。です。ハイジャンプでも板上に登れます。アッポイガクシトイ前進行側、一見ボルエイ側に見えますね。初期配置は中央あたりが登りやすいですね。それではお願いします。フェイドが行ってしまいましたが、途端は続けましょう。このマップも一見複雑に見えますが、ルートは簡単です。高さを稼いでるときだけ
ースになってる。今回も、レンさんのご賛同入門はここまで。レンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。